はじめにお知らせです。雅楽演奏家講師、山口総一郎では、LINE にて無料雅楽講座を開講しております。雅楽を始めようか悩んでいる方、楽器を買おうか悩んでいる方、絵転楽を一通り習いたいと思っている方、そんな人向けに1ヶ月間、文章と動画が定期的に送られてくる講座を開講しております。詳しくは概要欄をご参照ください。雅楽って面白い楽しいを伝える。こんにちは、雅楽演奏家講師の山口総一郎でございます。僕はね、雅楽の演奏家講師を個人事業でやってるんですけども、僕ね、周りから聞かれることが多いんですよね。雅楽ってどこで習うことができるのですかと。都心部とかだったらね、まあ多くはあるものの、地方とかになかったらほぼなかったりするとか、まああったりしますよね。ということで、今日は、まあどういったところで習えるのかというね、それを皆様のニーズに応えながら、そこで習うメリット、デメリットなども挙げながら YouTube で話していきたいと思います。はい。まずじゃあどういったところで習えるのかっていうところ、まあざっとね、まあ全体像的に5つ、場所に分けられます。1つ目が、まあ雅楽団体と呼ばれる、まあ伝統的なところですね。で、そして2つ目というのが、宗教団体と呼ばれるところ。で、3つ目が、カルチャースクールなどの教室。4つ目が学校の部活動。そして5つ目が個人で運営している、まあ、教室団体など。というわけで、今日は、この辺も赤裸々にちょっと話していきたいと思いますので、ぜひね、最後まで見ていただければありがたい限りでございます。という感じで、まず1つ目、どこかと言いますと、雅楽団体と呼ばれる、まあ、伝統的なところですね。実は日本全国にこういった伝統的な雅楽団体というのは多く存在したりもします。まあ今日は紹介になるのでちょっと名前の方を出させていただきますが、まあ例えば関東地方の方だと、まあ日本雅楽会さん、まあ小野雅楽会さん、雅楽同友会さん、霊楽社さん、東京学祖さん、十二音会さんなどなど、まああとまあ関西だと四天王寺雅良会さんであったりとか、南都学祖さん、平安雅楽会さん、まあ音の和会さん、大阪学祖さん、和歌山雅楽会さんなど、まあこういったところっていうのがまあ伝統的な団体というところだったりもします。で、こういった団体の特徴としては何かというと、まあ講師に宮内庁式部職学部の学士の方がまあついていたりとかですね、まあある種昔からのしきたり的なものが多かったりするのがまあ特徴的なところかなと思います。で、じゃあ団体に入って習うメリット、まあその伝統的なねところで入ってのメリットって何かってところを見ていこうと思うんですけども、まあ、まず一つはやっぱり人数が多いっていうのは非常にメリットだと思います。それと、まあ、宮内庁学士という方がね、まあ、その、加工士として元の方も来られたりもするかな、おそらく場所によっては。うん。という、まあ、権威性を持った方という方が、まあ、技術を習得することができるというのも、まあ、一つ大きな魅力なのかなというところだったりもします。で、まあ、その会内でね、例えば仲がいい人ができたらとか、まあ、そうやっていくと、結構楽しくやれるんじゃないかなっていうところがあったりもしますし、まあ、あと演奏会や発表会などのコロナとかで、まあ、中止にならないとか、まあ、ない限りは、基本的には年に何回かは開催されるところが多かったりもしますので、そういったところに出演ができるというところと、で、基本的に、あと、お稽古の日程とか決まっているところが多かったりもしますので、まあ、仕事でその時間が空いているという人、まあ、その時間だけね、なんかその、曜日の時間か、とかだったら、おすすめするところかなっていう感じです。まあ、あとは、そうですね、企業や地方自治体との行政とのつながりっていうところも多くあったりもしますので、まあ、なかなか演奏できないところで演奏ができるといったところもあったりもするというところが、まあ、一つ魅力的なところなのかなという感じですね。まあ、と聞いたら、ね、結構いいところ多いじゃんっていうところもあると思うんですが、まあ、せっかくならちょっとね、じゃあ今日はデメリットの部分も見ていこうと思います。で、デメリットは、まあ、一言で言えばちょっと面倒くささというところが多いというところですね。まあ、ちょっと申し訳ないんですけどね。まあ、伝統芸能界どこかしらも あるしがらみというものですね。まあ、特にこういうところっていうのは縦社会という部分が根付いているので、まあ、人間関係という部分では結構聞いている限りは大変な人が多かったりするという感じです。まあ、縦思考がやっぱ強ければ派閥であったりとか、ある意味地域でのテリトリー的なものっていうのも若干あったりもするので、まあ、ある意味閉塞感というものはだいぶ解消はされては来ているものの、まあ、今でもちょっと残っているかなという感じです。で、僕も一時期はねこのようなところに属していた時もあったんで、まあ、あれですけども、まあ結構なんだろうな、周りの目を気にしないといけないような環境だったりもするので、まあ自由にのびのびとやりたいという人には正直おすすめちょっとできないかなといったところです。うん。あとはなんかグループレッスンなんで、基本的にうまさ下手さとか関係なく、それぞれのレベルに応じた指導っていうのは、まあしてもらいにくかったりもしますし、まあ時間の制約っていうのが強い人によっては、まあちょっとやっぱり退屈もしくは窮屈って思う方も、まあ、多かったりするのと、あとは先生が
ランダムで決まってくるんですね。まあスマホゲームでよくガチャってものがあったりもします。よくね星5のなんかスーパーいいねなんかレアみたいなのもあればね、星1のようなねなんかね何とも言えないものが出てくるという感じの、同じようにまあ先生もなんだ星5のようなスーパーいい先生来る時もありますし、まあ星1のような先生も、来ますので、まあそうなったらちょっと地獄の1時間とか2時間ぐらいを過ごさないといけないと、いったこともねもちろん出てくるという感じですね。で基本的には年会費とか月会費制度でやるので、まあ行かなかったとしても結構一律だったりもするというところですね。まあしかもそれが、まあ、1年で一気に払ったりと月額で払ったりと、まあ、の両方あります。でまあコロナの時とかは練習がなくても会費は払わされるといったそういう事態もあったんで、結構それで揉めたりとか、したともお聞きしております。はい、まあ、特にこれは僕自身の見解なんで何とも言えないんですけども、若い人が入ることはあんまりお勧めできないなという感じです。基本的に高齢化が進んでいるというところと、会自体ってのはやっぱ年功序列っていうのが基本ですので、まあ下が入ってこなければ絶対に下働きになるわけなので、40超えても結構下働きポジションにされてしまう可能性が高いという感じですね。うん、とはいえ習得する場所としてはいいのかもしれないっていうのが一つですね。はい、まあ今は仕事などでもね結構3年以内のうちに転職するのが当たり前の時代っていうのになってきていますので、まあずっとそこにいなくてもいても いなくてもいいっていうなんか割り切るんであれば、まあ、ある意味期間を決めて入って就職しちゃうっていう分には問題ないかなという感じだと思います。まあとはいえ趣味としてやる分には推奨はちょっと難しいかなっていうところもあったりもするという感じですね。で2つ目どこかというと、2つ目が、まあ、宗教団体と呼ばれるところですね。まあこれ未だにねテレビで問題になってる宗教団体なんですけども、まあ僕も実はダーク初めて聞くけ実家が宗教団体だったからなんですよね。はい、まあ僕自身は今は宗教ほぼやっていない状態なんですけども、まあ雅楽と宗教団体というのは意外に明治以降からつながり強かったりします。で上記の雅楽団体と呼ばれるところもある種宗教団体だったりもするというか、うん、そのつながりが強かったりとか、まあ、代表の方が多いっていうところあったりもしますので、まあ、ほぼほぼメリットデメリットっていうのはほぼ伝統的な雅楽団体と一緒です。大体は神社であったりとかお寺であったりとか天理教であったりとか、あと立正構成会黒染教っていうなんか神社お寺以外っていうのはほぼほぼ新興宗教のところでやってるところが多かったりもするという感じですね。まあ、とはいえこの辺はほぼ伝統的な雅楽団体の構造一緒なんで、メリットデメリットっていうのはほぼほぼ一緒だと思います。まあ一つあるとすれば、基本的に宗教的にするところっていうのはやりたいやりたくないでやるよりも義務やらされてやってる人っていうのはほとんどだったりもします。うん、なので数人はそうじゃない方はもちろんいたりはするんですけども、まあ大体はそれ以上でもそれ以下でもなかったりもするので、まあ趣味というよりも立場上の義務でやっているだけという方が多いんで、まあそれ以上はないといったところっていうのが一つ挙げられるところかなという感じだと思います。で次じゃあ三つ目何かと言いますと、三つ目がまあカルチャースクールなどから出てきた教室であったりの団体ですね。まあ関東、まあ東京の方では例えば武蔵野雅楽教室っていうね、まあ教室があったりとか、まあ平安学舎というところもあったりもしますし、まあそれ以外にたまになんか NHK の講座などの教室とか開講されることがあったりもします。で関西の方だったら京都を中心にまあ展開している京都雅楽塾というところであったりとか、まあ大阪に富田林雅楽会というところは最近まあ最近っていうかもう 2,3 年前かに結成されていたりとか、まあ奈良の方では斑鳩雅楽会など、まああと札幌に札幌雅楽同好会っていうところがあったりとか、まあ雅楽講座などを開講して派生した雅楽団体というもの、まあ札幌はちょっと違うという方はねお聞きはしておりますが、まあこういった団体の特徴は一言で言えばある意味雅楽サークルみたいなものだと思っていただければいいのかなと思います。まあ大体はグループレッスンで参加するメンバーの人たちと和気あいあいと雅楽を楽しむことができるというところですね。で年齢的にも基本的にはまあ老後の方が多いといったところですかね。まあ、なのでまあメリットは年配の方が楽しむという面に関してでは一番居心地がよくできるというのは非常に大きいかなというところです。でデメリットとしては、グループレッスンがやっぱり主体となるので個人レベルで演奏レベルを上げるというのは少し難しいかなっていう感じですね。うん、まあ、できてもできなくてもって全然ねサークルなのでいいっていう感じになりますので、まあ、あとは年配の人が必然的に多くなるので、まあ、やっぱりここもやっぱ若い世代の人っていうのはちょっと入るの難しいかなっていう、ところっていうのは大きいかなという感じです。まあそれで楽しくできるんだと全然いいとは思うんですけどね。うん、そんな感じかな。はい。で、4つ目が何かというと、4つ目は学校の部活動ですね。で特に学生さんとかなら、まあ、部活動でやるのが一番なんだろうなコスパ的にもいいかなってところは大きいと思います。うん、普通にどこかで習うよりも部費が高いってことはまあ普通ないですよね。あったら逆に問題だよねこれ。っていう感じですけども、まあ、東京芸術大学のような法学科のような学校の専攻であるところもあれば、まあ、大学では
国学院大学、まあ、工学館大学、天理大学、大正大学、奈良大学、同志社大学、九州大学、立命館大学など、まあ、あと高校の方では、なにわ学院高校、まあ、大阪ですね、あと奈良の天理高校、天理高校2部、で、兵庫の阿古高校、ここ多分流的だけだったかな、とか、あと、新徳女子高校と、敬愛高校などなど、まあ、案外探せば、まあ、あの、学校やってる学校の部活動っていうのは結構、実はあったりすると。まあ、僕も知らないところ、もしかしてやってるところ結構多かったりもするんで、もっとあるかなっていう感じだと思うんですけども、で、メリットは結構場所によりけりですが、まあその演奏技量は結構上がるところは上がりますし、まあ逆に楽しくできるところは楽しくできると、いった感じですね。学校側からなんか講師を用意してくれたりもしますので、そういうところはきめ細かに教えてるところもね、くれるところもあったりもするので、これはかなり魅力の一つかなと思ったりもします。まあこれはちょっと学校によりけりの部分もありますが、デメリットとしては、なんだろうな、卒業後でやるところがないといったことが一番大きかったりします。まあ、個人のつてとかがない限りはね、まあ、基本的にできる場所がなくなるっていうのは結構今でも問題だったりもするんですよね。うん。で、あとは、大学の部活動となると、講師は大体、雅楽団体に所属している人、もしくは、そのなんだろう、界隈とか世界の中で生きている人っていうのがほとんどになるので、まあ、ある意味ちょっと閉塞的な空間っていうか、そういうものが、まあ、卒業後にもね、ちょっとは、まあ、取り込まれてしまうというか、そういうところありますし、まあ、その会や団体特有の思想ですね、まあ、ある意味宗教団体の、と絡みがあるところもあったりもしますので、まあ、そういうところになんか思想に取り込まれてしまう可能性っていうのは、まあ、ちょっと否めないかなというところです。まあ、ちょっと洗脳的なものがあると思ってもらえればいいのかなという感じです。はい。まあ、そのせいなのか、高校っていうのはちょっとそこまでないんですけども、まあ、大学とかは自分らがやりたいように部活動ができなかったりするケースっていうのも、近年になるにつれちょっと多くなってきているかなという感じです。まあ、特に、卒業生と OB っていう人がね、まあ、非常に圧倒的に現役部員より多いので、今、多くなってきてるんですよね。どんどんその部活動も長くなるにつれ。そうすると、なんだろうな、その卒業生の人らとかが、自分らの過去の栄光ですよね。そういうものを振りかざされたりとか、まあ、したりもしますので、うん、そうなってくると、学生がやりたい部活というよりも、なんか、OB であったり、とか、まあ、顧問とか講師とかいう人らが求めている部活動になりがちになってしまうっていうのは結構これ大学の部活動であるあるだったりもするっていうデメリットなところかなっていうものになりもします。まあとはいえですよ、まあその辺はある意味社会勉強反面教師にしていくという意味ではありかなと思うところだと思います。うん、でそして最後がですね個人起点で始まっている雅楽団体雅楽教室ですね。まあ僕とかは今これでやっているという感じです。まあ、個人で始めているというところは、まあ、ある意味関東だと七力奏者で島田博士さんって方がいられたりもしますが、まあ、この方が個人的に教室されていたりもしますし、まあ、それ以外に東京芸術大学とかの卒業の方っていうのが、まあ、個人的に関東で教室を開いている方っていうのも結構多かったりもするかなという感じですね。で、あと中部地方では、主委員会という会だったりとか、学商評会という会も、まあ、個人でされていたりもしますし、まあ、山陰地方でも、方面の歌舞という会、まあ、あと画料会という会も多分個人だったかな。うん、個人関係でやっていた。まあ、そうじゃなかったかもしれないですけども、あと、九州にある太宰府の方でも、連歌会というところが、まあ、されていたりとかですね。まあ、あと、関西だと、博雅会という団体も個人で、やってますね。はい、個人起点です、ここも。で、僕が主催している洋画会とか、佐山宮城会は、もちろんこれは個人起点で、まあ、それ以外にも、和歌山にある、榊場雅楽会っていうところも、どっちかといえば、まあ、個人起点の団体かなといったところだと思いますんで、僕が個人で開いてる教室であったりとか、まあ、大阪、奈良で定期的に開催しているお稽古雅楽なんかも、あれにここに属しているという感じだったりもするんですけども、じゃあこういうところのメリットは何かっていうと、まあ、会とかや学校の部活動などの規制とかは規則とかは特にないので、まあ、ある程度自分自身のレベルであったりとか、ペースに合わせて雅楽を修復することっていうのはできたりもしますし、まあ、上下関係ってものはやっぱりほとんどないですね。都市関係なく横社会みたいな感じのところっていうのが、まあ、すごく大きいのかなという感じです。うん。で、まあ、人間関係という部分は特に上下関係ないんで、うん、特に宿泊する確率っていうのはちょっとやっぱり減るかなという、だいぶ少なくなるかなという感じです。まあ、もちろん、講師されてる先生との良し悪しの部分っていうのはどうしようもないんですけども、まあ、それだとはちょっと別の場所ね、別のとこで習ったらいいやみたいな感じで済むと思いますので、ちょっと一番楽にできるのがこういうところかなと思ったりはします。で、まあ僕とかも結構年1回ですね、大阪南部で演奏会主催したりとかしてますし、それでお稽古雅楽含めてね、教室の方に毎年出演していただいたりもしてますが、まあ最近は教えた生徒さんの中からですね、洋画界の演奏会とかイラン演奏などに出演する子も、まあ、出てきていたりもしています。で、まあ多分今後メンバーも教室の卒業生中心になってくるんじゃないかなっていう感じのところになっていたりもしていますが、じゃあデメリットは何かというところですが、まあ一つは、
挙げられるとしたら社会的信用という部分ですね。うん、まあこれは伝統的な団体とかはね、そうやって社会的信用があるから助成金取ったりとかできるとかいろいろあったりもしますが、まあとはいえ趣味でやるレベルでね、社会的信用って権威性ってまあある意味いらないですし、まあ今後の時代はそういったところっていうのはまあどんどんね、やっぱ少子高齢化などで衰退していくという形になっていっておりますので、まあ長期的に見たらいらないかなって、まあそれすらもなんかどん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 ね、年が経つごとに、なんだろう、身についていくものだと思いますので、そこに関しては問題ないかなっていうところだったりもします。まあ、あとは、基本的に個別保険とかが主体となるので、まあ、料金は割高になりやすいかなっていう感じです。まあ、例えば団体とかだったら、グループとかなどで、月額だいたい1万円以下のところかなっていうのがほとんどです。まあ、月3、4回練習があるって感じですけども、まあ、個別だと月2回のお稽古で、まあ、1万円以上っていうのが、まあ、正直普通にするので、そこちょっとネックだという方もね、多かったりもするんですけども、まあ、例えば、うちの場合だったらそれ以上の内容を、例えばこの YouTube をはじめとしてやってますし、まあ、動画や普段の連絡とかね、まあ、そういうのをフィードバックでカバーしていたりもしていれば、まあ、団体とかではね、録音禁止とか録画禁止っていうところもあったりもしますが、まあ、基本的に僕が YouTube 上げまくってる人間だから、まあ、推奨して、まあ、基本的に多分個人でやってるところはそんなないかなという感じです。うん。なので、うん、あと、まあ、それ以外にも、そうですね、LINE の方で無料の通信講座っていうのを最近始めさせていただいてますが、まあ、それは LINE 登録いただいたら、後々ご案内行くようになっているという感じで、今日も多分一番最初に出ていたと思うんですけども、うん、個人、まあ、お稽古にしても、まあ、値段以上のサポートっていうのは、こちらも手掛けているという感じ。まあ、他のも多分それぐらいはやっておられるかな、おそらくちょっとわからないんですが、まあ、されているところはあると思いますという感じで。まあ、しかも最近はね、オンラインでもお稽古を対応しているところも、うち以外でも普通にあるんで、まあ、どこに住んでいても習えるっていうのはちょっと強みかもしれないですね。まあ僕とかは特に海外の人ですね。アメリカとか香港の人を教えたりもしていますので、まあ世界各地で雅楽を教えることができる。まあそのような環境も作れるっていうのも、まあこれちょっとデメリットやメリットのところになってくるという感じだと思います。で、うん。まあもちろん対面とかね、直接よりもデメリットとしては習得が難しいってところはありますが、まあやり方次第でなんとかなるかなっていうところ感じはありますので、個人レベルというのは個人的にはそういうところがお勧めするかなという感じだと思います。で、あとは自主性が重んじられるところですね。うん。これちょっとデメリットでもあるかもしれない。その自主性がないとちょっとなかなか続かないというところあったりもしますが、まあ、周りに流されてやるが、まあ、できなくなるので、まあ、個人的にはある意味主体性のある方だけがお稽古に来てくださるという意味では、ちょっとこれはメリットだったりもするんですが、まあ、それがちょっとできないという方にとっては、少しデメリットになるかなというところだったりもするという感じです。という感じで、まあ、雅楽を習うというところで、今日はお題で話をさせていただきました。まあ、どこで習えるか、まあ、伝統的な雅楽団体というところ、まあ、そして宗教団体で、カルチャースクールの教室や雅楽団体というところと、あと、学校の部活動ですね。で個人起点の教室や団体というこの5つの場所を今日は紹介の方をさせていただいた次第でございます。はい。まあ、これに関してはですね、まだまだね、こういう感じね、全部ね、見られてる方もね、感じているとは思いますが、まあ、特に僕自身も現在は個人起点というポジションにいるので、どうしても個人起点が、なんだろうな、ポジショントークとして、推しとして強くなってしまうというのが、まあ少し挙げられたりもしてます。まあ、とはいえ、どの形態で習うかっていうのは、正直言って正解ではないと思います。うん。僕自身はたまたまこのね、形が合っているからそうしているだけですので、皆さんがどういう形で習っていくかっていうのは、まあ正直わからないと。言ったところなんですよね。なので本日の動画の内容を参考にして自分に合っている場所で習うことっていうのをちょっと注力を注いでみるということをやっていただければいいかなと思います。はい。でこういった雅楽をね始めようと悩んでいる人向けに動画の方も発信させていただいておりますので、ぜひねチャンネル登録まだされてない方ポチッとお願いしたいと思います。という感じで今日はこれで終わりにさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。